シモノフ M1936 半自動小銃は第二次世界大戦中にソビエト連邦で開発された半自動小銃である。20世紀初頭から各国の軍隊では連続して射撃ができる半自動小銃の開発が進められていた。第一次世界大戦ではロシア軍もイギリス軍やフランス軍やドイツ軍と混じり参戦していたが当時のロシアの工業力は低く。 各兵器や武器の生産も需要に追いつくことが困難だった。そこで、帝政ロシア軍は、兵器の需要不足を、外国の兵器を購入することで需要の安定化を、図った。兵器購入などで海外へ派遣されていた、技術員の一人である、ヒョードロフ隊は、第日本帝国陸軍製の小銃が使用していた6 5 x 5 0ト、mm、ル弾を参考に、 半自動小銃の開発を研究していた。これは、小口径のため反動が少ない 6.5mm 弾は、フルオートライフルに使用するにはちょうどいいサイズであると、考えたからである。その後1917年に、ヒョードルフ隊は、世界初のアサルトライフルである、フェドロフ M1916 を開発した。しかし、ロシア革命や弾薬が、ロシア正式のものとは、 違うことなどが重なり、第一次大戦後、約9000兆生産されただけで終わってしまった。世界初の突撃ライフルであった、フェドロフ M1916 は、生産は行っていたが、ロシア革命でドイツとの交和が成立したため、実戦投入の機会はなかった。そのため、軍部内でもこのフェドロフ M1916 も、 あまり注目されることがなく、そのまま銃機師の中に渦も入れてしまった。当時、その腕をヒョードロフに見出された青年銃技師、セルゲイ・シモノフは、フェドロフ M1916 の開発にライフル試作部の一員として参加していた。そして、1930年頃に試作品が完成、その後改良を重ね1936年に、 シモノフ m 1936半自動小銃、別名 AVS の名前でソ連軍に正式採用された。当初は半自動と全自動の両方を切り替え機により制御できる小銃として開発を進めていたが、結局フルオート時では反動が強いため銃のブレが大きく使えないという理由から量産型では全自動機能は除外されてしまった。 特徴としては、ガス圧作動式を採用し、重心の中間あたりの上の部分に穴を開け、そこから発射ガスを導く方式を採用している。使用弾薬は 7.62EX54 メートル MR 弾を使用し、銃剣を装着することができた。また、発射時に発射ガスを上に逃がし、コンペンセーターやフラッシュハイダーを兼ねた機能が、 重厚に施されている。弾薬は、赤軍の主力小銃である、モシンナガンと共通の 7.62EX54 メートル MR 弾が使用された。この弾薬は19世紀に開発された比較的古いもので、リム付きの薬莢を使用していたため、薬室に押し込む際や発射後に、薬室から薬莢を抜き取る際に余計な出っ張りとなり、そのことが原因で、 薬室内に弾薬が詰まるといった動作不良をたびたび起こした。作動方式はガス圧作動式であるが、ボルトハンドルが発射のたびに前後に動くため、伊手にとっては危険であった。このことから、赤軍内での下の増え部1936の動作などの信頼性は下がってしまった。危険性のある構造や故障しやすく、 弾薬も詰まりやすいといった構造のため、正式採用後、配備数も部隊に数長、もしくはあまり行き届かなかった。その後、下野フ M1936 半自動小銃は、第一線部隊からは引き上げられ、後方部隊の警備や、狙撃任務にしか使用されなくなっている。1938年に発生した、超古本受験において、 日本陸軍によって露獲された多くのソ連軍兵器の中に狙撃銃型の下のフ m 1936、半自動小銃が確認できる。ありがとうございます。